バーン。もう無理、1ミリも動けねえわ。このまま寝る。飯はいいのか？いや、食欲ねえし、凡人はもう限界なんだよ。おやすみ。この合宿、純太は1000キロ走破した。もう凡人じゃない。青柳。ああ、お前が凡人なら俺はどうなる。お前はもうキャプテンの器になってるよ。インハイは頼んだぞ。聞いたか。よし、晩飯だ。先に行ってるぞ、純太。やっぱ俺凡人だわ。